すまん。くれない。どうした？任務に出発するの？ああ。なんだ、もしかして心配してるのか？俺を誰だと思っている？そう簡単にヘバなんてしないさ。それはわかってるけど。すぐに帰ってくる。え。じゃあな。さ、行くぞ。東先生たちに鹿丸？よう、珍しいじゃねえか。お前ら二人が一緒にいるってのは。ちょっといろいろあってね。東先生たちはこれから任務ですか？ああ。お前たちは？これからナルトに会いに行くとこ。なるほどな。じゃあついでに修行頑張れって伝えといてくれ。そんじゃな。皆さんも頑張ってくださいね。おう、ありがとうよ。さて、それじゃあ私たちも行きましょうか。うん。やってるやってる。お、さくらちゃんとサイじゃねえか。どうしたんだってばよ。もしかして俺の応援に来てくれたのか？違うわよ。カカシ先生とヤマト隊長に任務の終了報告に来たの。うまくやってるみたいじゃないか、二人とも。まあなんとか、サイが頑張ってくれてます。いや、そんなことないよ。で、あんたの方はどうなのよ。ちゃんと修行は進んでる？性質変化ってのがだんだんつかめてきたってばよ。へえ、ちゃんと進歩はしてるわけだ。この調子で頑張ってって。あ、そうそう、さっき東先生たちと会ってね、あんたに頑張れって言ってたわよ。ああ、東先生には世話になったからな。その言葉嬉しいってばよ。東は任務か何かが？任務を受けてるようで、これから目的地に向かうところでした。ま、アスマが帰ってきたら改めて礼を言っておくといい、ナルト。だな。腹減っちまった。ちょうどいい、少し休憩を取るか。ナルト、サクラたちとラーメンでも食べてこい。払いは、ま、俺でつけといていいから。ことはおごりだな、ラッキー。それじゃあ、カカシ先生、ヤマト隊長、私たちはこれで。引き続き任務を頼むよ、二人とも。はい。先生、どうしたんです？こんなところで。え、ああ、なんでもないのよ。ちょっとね。なんか顔色が優れないみたいですけど。紅先生？え、うん、大丈夫よ。大丈夫。そうよね、アスマ。ん？
なあ、カクズよ。火の国に入ってどれぐらいになるよ。お前についていくのはいいんだけどよ。全く人中力が見つけらんねえじゃねえか。うるさい。お前は黙ってついてくればいいだけだ。ひってえな、おい。何にしてもそろそろ暴れたいぜ。邪神様も待ちくたびれるだろうからな。人中力を見つけたら存分に暴れるがいい。ま、そりゃそうなんだけど。奇襲成功だな。あそこまで綺麗にはまってくれるとは、仕掛けた甲斐があったぜ。あーちょちょちょ、なんだなんだいきなり。な、将軍が来とは情けないな、ひだ。おい、カクザ、避ける暇があるなら、俺にもトラップのこと教えろ。常に気を張ってないからそうなる。なんだ、どういうことだ。なぜあれを受けて平気なんだ。お前らがさっきやったの、めっちゃくちゃ熱かった上に服までボロボロにしやがって。その額やて、お前たちは木の葉の忍びか。俺たちは暁であるお前たちを拘束、または殲滅させるよう命を受けてきた。殲滅だ。おいおい、聞いたかよカクズ、俺たちを殲滅だってよ。身の程知らずのようだな。身の程知らずかどうかはやってみるまでわからないんじゃないか。カクズ、こいつらは俺がやる。ちょうど暴れたかったところだしな。好きにしろ。邪神様の煮えとしちゃ小物だが、ま、ないよりはマシだろ。あまり相手を舐めすぎるね。潰されるぞ。だから、それを俺に言うかよ。アスマ。ああ。鹿丸は俺のフォローだ。いつもとこたつはもう一人から目を離すな。はい。死よりも苦しい痛みってやつをたっぷり教えてやるぜ。俺たちを舐めるなよ。戦闘開始。やってやるぞ。フライド、フライ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 、フラ、打ち取ったはずだ。だが、なんだこの感じは。アスマ、心配するな、かすっただけだ。なんだおい、結構やるじゃねえかオタクら。くそ、なんなんだこいつ。手応えはあった、なのになぜ倒れない。お前たちと俺とじゃ出来が違うんだよ。だが奴とて人間、必ず弱点があるはずだ。
おーおー、まだやる気か？けどな、こっちとらお前とやり合う気はもうねえんだよ。何？すでにてめえは俺に呪われた。俺の痛みやてめえの痛み、生と死の狭間の快感を教えてやるよ。こいつ何を言って、あいつの痛みはアスマのって、まさかさあ俺と一緒に最高の痛みを味わおうぜ。やめろ。なんでアスマ隊長が倒れて。アスマ！どうだ、最高だろうが、死の痛みってのはよ。一丁上がりだぜ。ずいぶんと時間がかかったな。いや、思ったよりやるからよ。ちょっと遊んじまった。の野郎。この野郎が！あ、なんだ、お前も潰されてえのか？いいぜ。邪神様への逃げは多い方がいいからな。お前もすぐに捕まる。あ、助けに来たわよ。上司、イノ。なんだ、ゾウエンか。ったく、雑魚がゾロゾロと。僕があいつらを引きつけておく間に、イノはアスマ先生を見てあげて。わかった。調子、俺とお前で時間稼ぎだ。時間稼ぎね、もう無駄だと思うけど、あいつはもうダメだって。てめえ。いい目してんじゃねえか。その目が絶望で染まるとこを想像するだけでゾクゾクするぜ。待て、ヒダン、ここからは俺もやる。あ、なんだよ、お前も戦いたくてうずうずしてきたか。違う、お前一人だと時間がかかりすぎるからだ。さっさと終わらせて陣中力を借りに行くぞ。へいへい。じゃあ、まあ、サクッとやっちゃいますかね。来るぞ。
ったく、無駄にあがくなって。こいつ、なんなのあいつら。僕らの攻撃がまるで効いてない。俺たちの命は無限、お前たちとは違う。なんだと？もはやお前たちの敗北は確実。おとなしくくたばれ。どんだけジタバタしようと、お前らは神に捧げられる見栄だ。もう少し待ってくんねえかな。これからがいいとこなんだ、ほんと。だから言ってんだろ、もう少しだけだってよ。ひどん、やめろ。ちっ、なんだ、誰かと会話をしてんのか。またすぐに戻る、覚悟はしておけ。行くぞ、ひどん。あのクソリーダー、今度呪ってやろうか。ったくよ。ひど、女子、それよりもアスマだ。傷が急所に。これじゃ。イノ、どうだ。これじゃ。イノ、もういい。もう俺はここまでだ。それぐらいはお前たちも分かってるはずだ。アスマ、最後にお前たちに言っておきたいことがある。アスマ先生、喋っちゃダメだよ。チャージ、それにイノも。しかまる、アスマ先生の最後の言葉だ。しっかり聞け。イノ。はい。お前は気が強いの、面倒見のいい子だ。長寿もしかまるも不器用だからな。こいつらのこと頼む。はい。それからはさくらには負けんなよ。忍術も恋も。長次、お前は仲間思いの優しい男だ。だからこそ誰よりも強い忍びになる。自分にもっと自信を持て。うん。それと少しダイエットしないと。無理かもしれないけど、頑張ってみる。そしてしかまる、お前は頭も切れるし、忍びとしてのセンスもいい。火影にもなれる器だ。まあ、面倒くさがり屋のお前は嫌がるだろう。そういや、玉のあの話、あれが誰だか教えてやる。耳を貸せ。アスマ、あんた、だから…あとは、頼んだぞ。承知。
アスマ先生まだ教えてもらいたいことがあったってのに、最後まで勝手なんだよ。最後まで。とりあえずここまでだね。だいぶ身につけてきたじゃないか。もう少しだってばよ。まさかあのナルトがこれほど早くものにするとは。よし、ここで一度休憩を入れる。おっす。その後俺と手合わせをしよう。お前の力を見てやるよ。準備ができたら言ってくれ。了解。